皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマはこちらになりますフットワークが間に合わない時の足の使い方ですね。こちらを皆さんにシェアしたいと思います皆さんも結構経験があるんじゃないかなと思うんですがボールが遠いところに来て練習ではしっかりと動いて打つということを心がけていると思うんですけど試合でいきなり来ると動きが間に合わない間に合わないのでうまく打てない すぐに姿勢が崩れてしまう手が届かないっていうことは皆さんも絶対経験があると思うんですね。でそんな中でこの間に合わない状況でもこの足の使いそこからの足の使い方を覚えることでもうパッてボールが来てしまってからでも打ち返せるっていうことを皆さんにぜひ覚えてもらいたいいたなと思います今回の内容はフットワークが苦手な選手。試合になると 動きながらうまく打てない選手こんな方にすごくおすすめですそういった苦手な原因にはもしかしたらその動ききれなかった時ですねボールのポイントまで動ききれなかった時のそのカバーの仕方っていうところに原因がある可能性がありますそれではその方法を紹介していくんですが今回2つの方法でカバーできるのでその2つのカバーの方法を皆さんにシェアしたいと思います。はい まず1つ目です、ね、まず一,つ目、えー、一歩でカバーする方法、えー、よく一歩道とと言われれるる動ききでですす、ね、すこれでカバーする方法をやっていきたいと思いた思ます、えー、実際にボールが来たと考えてもうすぐそこまで迫ってる状況ですね迫ってる状況で、えー、もう足を出してから打つっていうのはもう絶対に間に合わない状況で、えー、一歩で動く時にはイメージとしてはケンケンをするような感じ片足でケンケンをするような感じで 打って着地するというようなイメージですね。で、えー、やっていきます。ボールが飛んできてバックスイングを引いてもう間に合わないという時に打ちながら足を出してケンケンをするような感じ、片足で着地するような感じですね。で打っていきます。はい。でこの動き方、このカバーの仕方のメリットというのは、もうとにかくそのボールのところまでの移動が速いということにあります。 とにかくそのボールのところまでもう間に合わないというところからボールのところまでぐっと到達する力がすごく強いんですね。はい。ただその代わり片足で着地するために体姿勢が崩れやすいというデメリットを持っています。もうとにかく時間がないときはもうこの動き方をするのがもう一番間に合う確率が高いという使い方になります。 え次に二つ目ですね二つ目は二歩二歩使ってカバーする方法ですはい実際にボールが飛んできたと仮定したら一二と二歩使って打ちながらも動いてしまう打ってから足を着地させる動き方ですねこの動き方はボールに対して遠い方の足えこの場合だとフォアに来ることを想定すると左足ですね左足から動く着地する 動き出すような感じですね。足がこのようにあったらボールに対して左右と着地するような感じでタタンと着地するような形になりますそれを打つ着地という順番でやってもらうといいと思いますこの動き方のメリットとしては一歩で動くときよりも体勢が崩れにくい見てもらったらわかると思うんですが 動いた後に重心が卓球台の真ん中側に残っているのですぐパッて戻れるんですねなので体勢がすすごくく崩れにくいですその代わりやっぱり一歩に比べて歩数が多いで動きとしてもパッとそちらに重心を乗せる動きではないので動きが遅れる傾向にあります。 ということでこの二つのカバーする方を紹介させてもらいました一つは一歩道一歩で動く方法もう一つは二歩で動く方法ですね。この方法をうまくタイミングを合わせて使ってもらうとボールが来てしまってからでも間に合わせることができます先に動ききれなくても合わせることができるのでこれを 覚えておくと,とよりは覚えておかないと試合の中で振り回された時に対応することが難しくなってしまうので必ず覚えてくださいプレースタイルやその体の使い方には得意不得意があると思うのでその自分のやりやすい方に合わせて練習をしてもらえればいいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてみくださいいありがとうございました